アイテム番号 SCP-268-JP、 オブジェクトクラスユークリッド。警察、消防、医療機関から収集された情報から、 SCP-268-JP-A の条件を満たすと判断された人物はリストアップされ、その動向が監視されます。該当人物に不審な失踪などが見られた場合、在外エージェントが調査と SCP-268-JP の回収を行い、目撃者が存在した場合には記憶処理を施し、カバーストーリーを適用してください。 SCP-268-JP-A の条件を満たすレベル1以上の財団職員に対しては、その職務権限にかかわらず当該オブジェクトの情報が開示され、特性の把握と遭遇時の報告が義務付けられます。回収された SCP-268-JP 群は 0.8m×2.0m×0.5m の専用ケージにそれぞれ収納した状態で、サイトの収容室に収容されています。 SCP-268-JP の過失内容は全て記録し、 SCP-268-JP-A の出現が確認された場合には専用ケージごと収容室から撤去し、検査の後に規定の手順で処理してください。特異性を喪失した SCP-268-JP は収容室から撤去され、同サイト内の安全保管ロッカーに保管されます。現在、剛術のプロトコルヴィラン268が当オブジェクトへの対抗措置として実施されています。SCP-268-JP はタイトルとおぼしき一文が刻印された黒の革表紙と計測不能な枚数のページで構成される書籍群です。現在までに財団は計作の SCP-268-JP を収容しています。 SCP-268-JP は日本国内において危険を伴う救命活動を行ったことで死亡した人物によって命を救われた過去を持つ人物の前に無作為に出現します。以下、救命された人物を SCP-268-JP-A、 救命を行った死亡者を SCP-268-JP-B と表記。出現時点の SCP-268-JP には SCP-268-JP-A を想起させる表現を救った SCP-268-JP-B を想起させる表現の英雄譚というタイトルが刻印されており、内部は初めの数ページに序章と題され、 SCP-268-JP-A が SCP-268-JP-B に救命された経緯が簡潔に記されている以外は白紙となっています。 SCP-268-JP が出現するタイミングは救命の経験から数ヶ月から数十年までと規則性がなく、 SCP-268-JP-A の条件を満たす人物の膨大さも合わせて、その特異性の発露を事前に予測防止することは困難です。出現した SCP-268-JP に SCP-268-JP-A が接触した場合、 SCP-268-JP-A は直ちにその場から消失します。消失している間、 SCP-268-JP-A がどこに存在しているのかは判明していません。以降、 SCP-268-JP には24時間経過するごとに一つずつ新たな章が瞬時に追加されます。その際、 SCP-268-JP が一定以上の損傷や汚染を受けていた場合、新品の状態に回復するという特性を示すために、オブジェクトの破壊や焼却は無意味です。追加された章に綴られている内容は例外なく、 SCP-268-JP-A が危機的状況にさらされた状態で始まり、それを前にした SCP-268-JP-B が命がけの救命を行うかの選択を迫られるというものです。
この際登場する SCP-268-JP-A は消失時点の姿と記憶を有し、 SCP-268-JP-B は死亡時点の姿と記憶を健常な状態で有しているように読み取れます。 SCP-268-JP-B が行動を起こした場合、状況にかかわらず救命は成功し、 SCP-268-JP-A は生存しますが、一方で SCP-268-JP-B は例外なく死亡します。アキラは SCP-268-JP-B とその行為に対する称賛で締めくくられ、辞書では前章と異なる危機的状況が展開し、 SCP-268-JP-B は再び選択を迫られるというサイクルが繰り返されます。なお、文中の言動から SCP-268-JP-B のみ以前の章の記憶をすべて持ち越していると考えられています。また作中には警官、医師、監修といった人物も登場しますが、それらは一定の言動を繰り返すことしかせず、良長対話を試みるも失敗する描写が散見されます。 SCP-268-JP-A が地下鉄のホームから転落する。 SCP-268-JP-B がホームに押し上げ救命するが、自身は直後通過した列車と接触し死亡する。 SCP-268-JP-A に向かって鉄骨が落下する。 SCP-268-JP-B が突き飛ばすことで救命するが、自身はその下敷きとなり死亡する。SCP-268-JP-A が増水した河川に流される。 SCP-268-JP-B が河川に飛び込み救命するが、自身は力尽き濁流に飲まれ溺死する。 SCP-268-JP-A-SCP-268-JP-B の両名が山中でガラガラヘビの毒に侵される。SCP-268-JP-B は所持していた一人分の血清を SCP-268-JP-A に与え救命するが、自身は死亡する。 SCP-268-JP-A は拳銃を所持した暴漢に捕まっており、暴漢は SCP-268-JP-A の解放条件に新たな人質を差し出すことを要求する。SCP-268-JP-B が人質になることを申し出て交換が行われるが、最終的に SCP-268-JP-B は射殺される。 SCP-JP に似た外観と特性を持つオブジェクトにより、 SCP-268-JP-A が編集済みを受ける。 SCP-268-JP-BB は編集済みすることで救命を行うが、自身はデータ削除となって死亡する。消失から不定の期間を置いて SCP-268-JP の傍らには、さまざまな要因によって死亡している SCP-268-JP-A が出現します。その際、SCP-268-JP に追加されたアキラは最終章と題され、 SCP-268-JP-B が救命を諦めたことで SCP-268-JP-A が出現した死体と同様の要因で死亡する様子と、それを見届けた SCP-268-JP-B が霧のように消滅する様子が記述され完結しています。また表紙のタイトルは SCP-268-JP-B を部別する一文へ改題されており、これ以降該当の SCP-268-JP はあらゆる特異性を喪失します。現在 SCP-268-JP と SCP-268-JP-A との接触のリスクを軽減させるための手順として、プロトコルヴィラン268が制定されており、
財団のフロント企業である初号に SCP-268-JP のデザインとタイトルを模倣した書籍をシリーズ化させ、不定期に出版・発売を行わせています。その論述中には、様々な救命行動の実例を挙げた上で救命したもの、されたものを徹底して批判・侮辱する論調を展開させており、これは各地で多数の民事訴訟を引き起こしました。現在、このシリーズは、忌避すべき問題作として世間に認知されており、これにより SCP-268-JP による被害発生件数を約 15% 減少させることに成功しています。SCP-268-JP A、26歳女性。消失の2年前に、肝がんの治療のため、SCP-268-JP-B から肝移植を受け救命される。SCP-268-JP-B、享年32歳。男性。SCP-268-JP-A の実刑。肝移植の手術の後、合併症により死亡。表題、病魔に苦しむ妹を救った、心優しき兄の英雄譚。解体後、たった一人の肉親を見殺しにしたクズ野郎の物語。内容、全96章。最終章で、SCP-268-JP-A は、大型車両にはねられたことによる内臓破裂で死亡する。SCP-268-JP-A、11歳男性。SCP-268-JP-B の実施。SCP-268-JP-B、享年29歳。女性。SCP-268-JP-A の出産時、胎盤剥離により、母体か胎児かの選択を迫られるも、出産を決断し死亡する。SCP-268-JP-A が自身の息子だと認識しているように読み取れる。表題、まだ見ぬ我が子の命を救った愛深き母親の英雄譚。解体後、無情なアバズレの息子として生まれたが、ために泣き叫びながら燃え尽きた少年の悲劇。内容、全127章。最終章で、SCP-268-JP-A は、炎上する家屋に閉じ込められ焼死する。SCP-268-JP-A、34歳男性。消失の8年前に、派兵先の〇〇にて敵襲を受けた際、SCP-268-JP-B に救命される。SCP-268-JP-B、享年37歳。男性。SCP-268-JP-B を銃撃からかばい死亡する。表題、未来ある若き兵士を救った、尊敬すべき上官の英雄譚。解体後、死に瀕する部下を我が身可愛さに見捨てた腰抜けのお話。内容、全186章。最終章で、SCP-268-JP-A は、輸血を受けられなかったことで、失血性ショックにより死亡する。SCP-268-JP-A、8歳女性。消失の6年前に、現在 SCP-JP に指定されているオブジェクトに遭遇したことで編集済みとなるが、オブジェクトの無力化に伴い、その影響から脱した。SCP-268-JP-B、享年20歳。エージェント、佐久間。2000年、SCP-JP の回収任務中に殉職。しかし、その直前、彼の機転により、一時的な無力化に成功し、オブジェクトは収容された。なお、エージェント、佐久間は、SCP-268-JP-A の条件を満たすとして SCP-268-JP に関する知識を有していた。表題、婿の幼き少女を救った、
中優なる財団エージェントの英雄譚。解題後、NA。内容、現在、章。追記、エージェント、佐久間は、アキラが始まると同時に何かを叫ぶ様子が毎回記述されているが、その発言内容は全て検閲されている。